どうも、こえです。今回はですね、マックとミスドから新商品が出たということで、そちらの方を食べていきたいと思うんですけど、マックなんか値上がりしたらしいですね。いろんな YouTuber さんとか、Twitter とかでもすごい盛り上がってますよね。ほんでさっきマックにね、新作を買いに行ったんですけど、全然気づかなかった。余裕を考えたら俺普段全然マックいかんけ、相場がなんぼとか大体このぐらいっていうのは全くわからんのよ。だから何も気づかずにいつもと変わらん気持ちで買えてちょっとラッキーだったっていう話でした。まあ、そんな感じででも買ってあるんで、もう並べて食べていきたいと思います。はい、というわけで並べ終わりました。今回はね、フルーリー2つと、この新しい鎧塚さんのデニッシュ2つ。あとプラスでこのブラックペッパーのチキンナゲット食べたことなかったから、これと、この大人のポンデショコラも買って、チョコパイ2つも買って、今回はもうスイーツ攻めということで、甘いものをしっかり楽しんでいきたいと思います。いただきます。まずはオリオにしようかな。先にオリオのマクルーリーいただきます。よいしょ、ちょっと失礼します。これがあったら食べづらいな。ちょっと分かる人おらん。ちなみにこれが310円でカロリー337キロカロリー、脂質10もある。高いて。中身はこんな感じで、ソフトクリームの中にオリオの砕いたやつが入っとんかな。いただきます。うん、美味しい。めっちゃ甘い。チョコチップアイスとかに近いかもしれん。オリオ自体がさ、ココアクッキーの間にバニラの量挟んでるから、もうまんまオリオって感じなんですね、これ。そりゃ美味しいわ。俺が今日買いに行ったマックって、俺ん家からちょっと遠いんよ。だからフルーリーとか買ったらどうしても溶けてしまうよな。帰って急いで冷蔵庫入れたけど、ちょっと固まりきらなかった。うまっ。ブラックペッパー、あ、めっちゃ胡椒匂いする。あ、いい匂い。うまっ。めっちゃ胡椒効いとるのとさ、ナゲットこんな柔らかかったっけ。すごいなんかみずみずしいっていうか。で、今回ソース2種類あったけど、今夜勤前取っとるんだけど、さすがにニンニクソースはダメかなと思ったから、今回こっちのチーズソースの方にした。よいしょ。あ、めっちゃチーズ。見た目はこんな感じ。うり、うわ、すごい、めっちゃトロトロしてる。うん、うまっ。言うてそんな辛くないし、めちゃくちゃチーズを感じる。うまっ。このソースだけ言ってほしいんだけど、普通に。じゃあお次は、こっちのバナナの先いただきます。これがな、248円で、カロリー360キロカロリー。中が、あ、すごい。バナナのジャムとまたショコラホイップが入っとんて、めっちゃ美味しそう。いただきます。うまっ。あ、めっちゃバナナの味する。チョコラ感ちょっと控えめ、ちょっと香る程度でバナナがメインじゃん。食べるときこれ息止めた方がいいわ、これ。じゃあ俺2年前ぐらいにな、急にバナナアレルギーみたいな感じになったんよ。バナナ食べたら胃がすごい膨らんだ感じになって苦しくなって、で、ちょっと経ったらお腹下して終わるんだけど、バナナのお菓子とかでもなっとったから、あ、ちょっとダメだなって思ったんだけど、半年ぐらい前に勇気出して食べてみたら、あれ？治っとると思って、まあ、一時期だけバナナアレルギーみたいな感じだったよ。バナナとかバナナ系の食べ物、お菓子とか好きだったから、いや、治ってよかった、ほんまに。だって治ってなかったらこれ食べれてねえし。あぶねえ。これめちゃくちゃ美味しいけど大惨事になるな。ポロポロこぼれるし、めっちゃむせるし。うん、まず次これ食べよう。よいしょよいしょ。俺さ、こうやって全部出し切って食べる派なんだけど、みんなってどうしとるんだろう。このバニラクリームめっちゃ甘くない？これほんまに数食べれん感じがするわ、俺。じゃあ次はこれ、マックフルーリー小枝。小枝ちゃんは350円でカロリーが330キロカロリー。うお、すげえ、なんかこんな感じ。めっちゃチョコ入ってね、めっちゃ美味しそう。じゃあいただきます。うまっ。めっちゃ小枝入ってるし、多分だけどアーモンドの香りがめっちゃいいわ。うん、うまっ、マジでこれ。みんなって小枝とかオリオ好き？じゃあ普段食べますか？俺あんま食べんのよ。オリオはわからんけど、小枝に関してはほんまにもう数年ぶりぐらいよ、これ食べたのが。めっちゃ美味しいな、これ。
うん、これでも完食。おいしい。やべ、マジでうますぎる。そういや、マックって2月1日かな、また新商品出るんでしょ。マジでさ、次々出さんでくれる。今度はアジアがテーマのハンバーガー3種類なんやったっけ。普通に美味しそうなんだけど、食べるしかなくない。鎧塚マロンキャラメルサレ、248円で309キロカロリー。めっちゃ美味しそう。かーん、あ、すごい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 。イタリア産マロンを使ったホイップと塩キャラメルが入ってるらしい。絶対うまいやん、こんなん。じゃあ、いただきます。うん、うまっ。めっちゃキャラメルじゃん。俺味オンチだからさ、栗がよくわからんのよ。なんかモンブランみたいな食感のクリームって感じはするけど、マロンの風味って言われたらよくわかんねえや。でもめっちゃ美味しい。このデニッシュ生地がいいな、しっとりしとって。白ひげじゃあ次、チョコパイ。これさ、マックのチョコパイってマジで美味しいよな。三角チョコパイの時に気づいた。強くねって。うん、うまいし甘いし、めちゃくちゃ濃厚。ラスト、大人のポンデショコラ、はじめましてですよ。キャラメルでもあったけど、こっちのさ、こっちのマロンちゃんがキャラメルやったから、まあこれはちょっとショコラもしようかなと思ってショコラもしました。いただきます。うん、うまっ。この表面のやつでさ、これ生チョコが乗っとんかな。めっちゃ美味しいわ。マジでうまいけど、こういうココアパウダーが乗ってる系でさ、食べるのむずくね。俺めっちゃむせるんだけど。俺だけ？みんなむせずに食べれる？ラスト一口いただきます。ごちそうさまでした。というわけで、マックの古い2種類と、ミスドの鎧塚さんの新しいドーナツ2種類食べていったんですけど、やっぱり美味しかった。ちゃんと美味しい。マックフルーリーで言ったら俺は、超えたの方が好きやったかな。ザクザク食感があったし、チョコプラスアーモンドの香りもすごかったから、俺はこっちの超えた茶の方が好きでした。で、鎧塚さんで言ったら俺は、こっちのマロンかな。キャラメルが好きっていうのと、ココアパウダーがバーって長さが食べやすかったから。あと、モンブランのねっとりとした食感のホイップの感じも良かったから、僕はマロンの方が好きでした。皆さん、マックフルーリーと鎧塚さんのドーナツどっちが好きでしたか？ぜひコメントで教えてください。マックはまた新しいハンバーガー出るらしいから、それはまた食べてみようと思います。それじゃあ、今回はこんな感じで動画を終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。